あ、そうだわ。そろそろ例の特殊任務の新人さん、誰にするか決めないと。どんな子がいいかしら。この星の最後の眺めになりますね。この俺が未来を変えてみせる。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。綺麗な花火が上がりますよ。何か、なんだ。頼まれてたトレーニングスーツできたわよ。なかなかいい素材が手に入ったから、前のよりフィット感なんかも格段に上がってるはずよ。ほんと全然働かない夫に最新トレーニングスーツまで作っちゃうなんて、私ってできた妻よね。ちょっと、もう毎日毎日修行修行修行、サイヤ人ってみんなこうなのかしら。まったく、ああなんか腹立ってきた。パーッと誕生日パーティーでもやってやろうかしら。別に誕生日じゃないけど。一件報告あり。
状況把握、引き続き調査されたし。ちょっと待てー、なんですかいきなり。例の超重要任務、お前に決まったぞい。さっさと戻ってこい。おかえりなさい。例の任務、君に決まったわよ。おめでとう。何よ、ここで一番偉い時の海王神様が直々にお祝いに来てあげたっていうのに、ずいぶん釣れないじゃない。おじいちゃんを探してたのね。おじいちゃんなら君の合格を聞いてすぐどっか行っちゃったけど、せっかくだから探してらっしゃいよ。なんだかんだで君の合格を一番喜んでるのがあのおじいちゃんなんですもん。こんにちは。
待ってたわ。よーし、準備はいい？始めましょうか。ここでしっかり基本を身につけてね。それじゃあ張り切っていきましょう。あ、これくらいは簡単よね。次行くわよ。さあやってみて。どこかのいい相手は、あ、コマンドを組み合わせるとコンビ攻撃が増えるのと、試しにやってみましょう。Yeah!
ここまで来ればもう大丈夫ね。最後に、実は今回君のために先輩隊員に練習相手になってくれるようお願いしておいたの。大丈夫、練習したことをしっかりやれば必ず勝てるわ。でもその前に、はい、バトル中はアイテムも使えるのよ。使ってみて。これでバッチリね。さあ、あなたの力を見せてやりなさい。行くわよ。ライト、ライト、レフト、レフト、くるっとターンでニコリスマイル。これで今回の課題は終わり。これからの君の成長、楽しみにしてるわよ。